久保さん、今回メンタールームにしましょうか。多分久保さんは知らないと思いますし、聞いたことないと思うんですけど、僕はあの音声学習を未だにしてまして、で、その、ポッドキャスト、Amazon の a m a z o ミュージックで聞ける、ポッドキャストで聞けるんですけども、オーディオブルっていうね。で、そこでそのビジネス系の話をしているあのコンテンツがあるんですよ。で、そこはまあ、 あのメンタルールームにお便り、まあ、ラジオ風な感じなんですけどお便りいただいてそこで2人の人がこう読んでいくっていう話なんですけどもこの前ねその方結構余談が面白いんですけども <laughs> そのメンタルールームであの絶対にそのネットの書き込みに僕たち僕とかはその参戦しないと。 いうこととを言っててル、まあ、ルールとして、ね、なんかで、そのなんで参戦しないのかっていうのがいろいろ話してたんですけどめちゃめちゃ分かるなっていうところがあって何かっていうとたそのくくりがその論,論破ね論破みたいな,なんかその,その論破を、まあ、まあひろゆきさんのとは言ってないけどもその論破するのはどうなのかみたいなそこからこう入ってったんですけど流れ的にはでまあ 見てる方は痛快で、コンテンツとしては面白いんだけど、まあ自分はやんないっていうね <laughs>。まあなんでかっていうと、なんかその、なんか、キリがないというか、なんか、それでどうすんのっていう話というか、うん、ずっとなんか続くというか、うん。だから僕もその、 なんだ、コメントをオフにずっとする理由って、僕発信すればするほど、その、批判する人がまあコメントに書くわけじゃないですか、基本的に。まあ、応援してくれる人はもちろん書いてくれたりとかしますけども、僕とか、量が多いので、まあ、批判必ず100%来ますよ。ね、あの、コメントをオープンにしてたら。で、あの昔はその方に対して僕は個別動画を撮ってたんですけども、まあね、無理だなっていう。無理。 要はもう、その個別動画撮ってこう言ってもああ言って、こう言ってもああ言って、まあ結局こっちの常識が批判をする人は批判のする常識なので、この常識を変えるっていうのは非常に難しいなっていうのを感じて、で、ここにすげえ時間を使ってたんですよ、昔。めちゃくちゃ。ね、一人一人、その、コメントに対してまた動画、コメントに対して動画みたいな、なんかいろいろやってたんですけど。で、まあもちろんね、中にはね、そこから反転して濃いファンになる人もいるんですよ。だけど、かなり時間かかるんですよ。 めちゃくちゃ時間かかるんで、で、僕、あの、一人でしかやってないので、時間24時間しかないんですよね。だから、まあ、いろいろ考えた結果、あの、ね、商品を購入してくれてる人、僕を信用して商品を買ってくれてる人とか、ちゃんとお体制フォームかお体制してくれてる人、メールアドレスを入れて、ちゃんと名前とか入れて、ちゃんとお体制してくれてる人に時間使った方がいいなと思って切り替えました。で、今はね、そういうの全くないですね。だから、その時間を、まあ、 言葉は適切ではないかもしれないですけど、時間を奪われる。その無駄な論争に時間を無駄奪われるってことは全くないですね。僕に興味ある人にしかお問い合わせしない、あの、対応しないので。まあもちろんその、批判する人も興味があるからね、コメントしてるっていうのはもちろんあるんだけども、要はそこに対して言っても、やっぱね、 あの無理なんですよ。で、対応方法としてはね、対応方法,と方法としては、いや、あなたの方が正しいですよと、白旗を上げてしまえば、それはそれでいいんだけど、その白旗を上げるっていうところも、めんどくさいしあの、時間、そのコメントに応答するんだったらね、うんあ、あなたの方が正しいんじゃないですかと。で、逆に言うと、またそうすると、なんだ、じゃあ、動画を撤回しろとか、なんかまた、なんかな,りそなるかもしれないですし。 これはね、やらない方がいいっていうね。そう。やらない方がいいっていう結論に至りましたね。で、僕はまあ、あのー、YouTube の機能としてはですよ、コメントをガンガン書いてもらった方が露出するっていうのは分かってるんですよ。だけど僕はそれをやらないって決めたんで。だから、己の、だからまあ、動画本数とか SEO とか、まあ、その、それでいくと。YouTube の機能、ある機能を使えば露出は増える、再生数は増える、知っています。 で、僕もマーケティングのパワーを使えば、プロモーションして、コメント書いてくれ、コメント書いてくれっていう風に書かすこともできるんですよ。で、コメント書いたらプレゼント開けますよみたいな、今度はコメントバーって書かせることもやろうと思えばできるんですよね。この動画に対してコメントしろみたいな。できますよ。でもやらないですね。そう。やらない <laughs>。僕はやりません、ね。いってらっしゃい。